ばんは、川野ゆうまです。今日はですね、コーヒーの精製方法であるウォシュトについてお話ししてみたいなというふうに思っております。精製というのはコーヒーの収穫した後の後処理のことで、その後処理の方法によってコーヒーのフレーバーっていうのは全然大きく変わってきます。で、ウォシュトっていうのは一番まあ見かけることが多い一般的な精製方法で、コーヒーチェリーを皮むきして種を取り出して、それを発酵させて洗って乾かす、まあ日本語で言うと水洗式っていうふうに言われたりもするんですけども、洗う方法の作り方のコーヒーです。で、一方でナチュラルっていう作り方のコーヒーもよくあってですね、まあナチュラルについてはまた別の動画でお話してみたいと思ってるんですけど、これは収穫した後のコーヒーチェリーをそのまま乾燥させて最後にまとめて脱穀するっていうやり方で、中の種を取り出すやり方の作り方です。で、どういうふうに乾燥させるか、まあどういうふうにコーヒーチェリーを、乾かして置いておくかっていうやり方で、中で発酵の進み方とかね、いろんなことが起きて、出来上がるフレーバーっていうのが全然こう印象が変わってきて、本当に目つぶって飲んでも絶対誰でもわかるぐらい、ウォシュトナチュラルでは感じる印象が変わってきます。まあ、そんなウォシュトについて、今日は、しっかり一個一個どういう工程なのかっていうのと、うまいウォシュトって何なのか、どういうウォシュトがうまいのかっていうのを、コーヒー入れながらね、ちょうど、僕がウォシュトでうまいなと思う産地がコロンビアなんですけど、コロンビアのコーヒーね、めちゃくちゃうまいですよね。特にその中でもやっぱコロンビアのウォシュト本当に僕はうまいと思うので、そんなうまいコロンビアのウォシュトが届いたので、まあ入れながら、お話ししていきたいなと思っております。いつも通りドリップは 14g の豆を僕は使っています。で、お湯は 230 でドリップするという感じで、豆を測ってまずは引いていきます。はい、引いてお芋持ってきました。じゃあドリップしながらお話していきたいと思います。まあウォシュト、よくねウォシュドっていう風にまあ見ることもあるんですけど、英語の発音的にはウォシュトって感じで濁らないですよね。なのでウォシュトっていう風に発音してもらうのがいいのかな、合ってるかなという風に思いますけど、まあ水を使うんで、結構精製所って言われるコーヒーチェリーを収穫した後後処理を行う施設のこと、精製所、まあこの精製場の、まあ、立地とか環境っていうのが少し制約がありますし、もう人の方がナチュラルに比べたらやっぱり手間はかかるんで、少しこう、まあ作るのは大変ではあります。で、なぜ人の方が、まあ生産者的にいいのか、僕も好きなんですけど、なんでいいのかっていうふうに話すと、まあ水で洗うっていうのはそうなんですけど、コーヒーって、まあコーヒーチェリーの皮を剥ぐと中にミューシレジって言われる糖分の膜があるんですね。で、この、まあ、半透明の膜が強くこびりついていて、その内側に種があって、その種の部分が生豆になっていくという感じなんですけど、まあ、その種を取り出す時に、この糖分の膜を発酵させる、まあ微生物たちに分解してもらう、置いとくだけでいいんですけど、置いとくと糖分が分解されて水や二酸化炭素に変わっていって、一晩経った後、二晩経った後は、まあ、ドロドロに溶けているので、水洗いができるっていう形になっていくんですけど、この、まあ、発酵をしっかりコントロールできる、管理できるっていうのがウォシュトの、まあ、すごいこう魅力、生産が安定する理由かなと思います。一方でナチュラルっていうのと比べると、ナチュラルは、まあ、もちろん水を使わないんですごいこう楽というか制約が少ないんですけど、まあ、想像してみると果実のまま、まあ、置いておくって、湿気たり雨が降ったりすると一気にまあダメージを食らってしまいますし、中でこう熟々に発酵が進みすぎてしまったりするんですけど、まあ、余計な糖分とか全部そぎ落とした状態で乾燥させていると、多少雨が降ったり多少湿気が多いエリアであっても、まあクオリティが悪くなりにくい、安定しやすいっていうところが、まあ、最大のポイントかなと思います。もう下の工程を1から、順を追って説明してみると、まずコーヒーチェリーの収穫、これは収穫期っていうのが各生産地域によってあって、まあこれは雨季のタイミングで変わるんですけど、雨が降って8ヶ月後ぐらいにコーヒーチェリーが、実っていくという感じなんで、まあ雨季のタイミングによって基本的に各地域、収穫期が違ってきます。で、まあ基本的に年一っていう感じなんですけど、この年一収穫した熟したチェリーを積んでいって、で、その後まずソーティングって言われる台とかに並べたりして、まあ地面のビニールシートの上でもいいんですけど、完全熟したものと、まあ勢い余って積んだ未熟な黄色とか緑みたいな熟してないチェリーを、まあ、より分けていきます。で、熟したものだけを、まあ提出するというか、
で生成所には販売する、生成所も熟したものだけが集まっている方がより高い対価を渡すみたいなことを、まあ、そこではやっていることが多くて、まあ、そうやって熟したチェリーだけを集めることでよりフレーバーも凝縮して、まあ、糖分が多いんで発酵もきれいに進みやすいし、まあ、発酵が進むことで果実感とかっていうのもより感じられるようになってくる。で、まあ、そうやって熟したチェリーだけより分ける作業がまず一つ目。その後皮むきを行って、皮むきパルパーって言われる皮むき機に、コーヒーチェリーを入れていって、まあ、これはちっちゃいコーヒー農家さんだったら本当に小型の人と同じぐらいの大きさのパルパーを使うこともありますし、アフリカとかで大規模な、パルパーだったらもう2階建てで2階からひたすら10トン20トンっていうチェリーをたくさんこう入れていって、下につながって下で大きい、まあ、ディスクが回って皮を剥いでいくという感じで、まあ、基本的には大小問わず皮むきを行うという感じで、パルピングといわれる皮むきの工程があります。で、皮むいてその後、まあ、洗いたいんでさっきお話しした糖分の膜を一晩二晩置いておいて微生物に分解してもらって、でこれが、まあ、溶けた頃に、洗っていくと。洗う時は、まあ、ちっちゃい農家さんだったらどうですかね、僕らが一緒に取り組んでいるベトナムとかバリ島では本当に桶にバーって出していって手洗い、お米研ぐハードな感じですよね。まあ、原始的にというか一番シンプルにはそういう感じで、洗っていく。で、大きい感じで作業してる時には、例えばエチオピアとかケニアとかそうなんですけど、大規模にやる時には水路にバーってこう発酵してたタンクから、まあ、そのまま水路に流して、で水路の上でまあゴシゴシとこう男たちがこうなんていうんですか、ブラシみたいなものを持ってひたすら、まあ、水が透明になるまで水流しながら洗っていくという感じで、まあ、とにかく、まあ種の周りにこびりついていた糖分を主とする膜を一晩二晩かけて発酵させて分解して、それを水洗いして、でできた、コーヒー、まあ、出来上がった、まあ、薄い殻がついた状態なんですけど、パーチメントって言われる薄い殻がついた状態なんですけど、このコーヒーを乾燥台に持っていって乾燥させて、だいたい水分量が 10% から 11% くらいになるように、乾かしたら出来上がりと。乾かしてその薄い殻を、まあ、脱穀機で、剥いでいったら生豆が出てくるという流れで帽子とのコーヒーは作られているんですけど、まあ、そのどこの工程が重要か、うまい帽子とはなぜうまいのかっていうところで言うと、発酵のプロセス、水洗のプロセス、乾燥のプロセス、この3つがめちゃくちゃ重要になっていきます。まあ、これを順を追って説明したいと思うんですが、まあ、早速今、僕たちのところに届きたてのコロンビア、エルディビソという農園のコーヒーが、今入れ終わったので飲んでいきながらお話していきたいと思います。いただきます。いや、うまいな。いや、そうなんですよね、ウォシトってやっぱね、うまいウォシトって本当にうまいっすよね。まあ、生成方法を大きく分けたウォシトとナチュラルっていう風に分けた時に、ナチュラルの方がやっぱり魅惑的な、こう分かりやすくいちごとかラズベリーとかブルーベリーとかブドウみたいな、まあこう分かりやすいフレーバーがするんですよ。特に赤く甘く熟したような果実感がナチュラルの方がするんで、ナチュラルのコーヒー好きっていう人はすごい多いと思いますし、ナチュラルプロセスのコーヒーを飲んでコーヒーが好きになったっていう方も多いと思うんですけど、僕はやっぱり、まあ、毎日飲むならウォシトですし、うまいウォシトって本当にね、なんていうんですかね、最高なんですよね。ナチュラルは分かりやすく、まあそりゃうまいよね、フレーバーいいよねっていう感じですけど、うまい、本当にうまいウォシトはバランスよくて繊細で飲みやすくて毎日飲みたくなるけど、じわじわ甘くてフレーバーもいろんなのが浮かんできて、こんだけ透き通ってて、まあ、クリアさがやっぱり大事なんですけど、洗って、まあ、クリアな味わいになってるんですけど、クリアな中で感じられる、まあいろんな多彩な繊細さ、果実感、フレーバー、これがね、本当にね、コーヒーの最高に面白いところですよね。だから僕はウォシトが一番好きですし、うまいウォシトを飲み続けたいんですけど、このエルディビソで関して言うと、まあ、結構、まあ、プラムとか、完熟のね、完熟の熟したプラムとか、熟したオレンジみたいな果実感が綺麗に生き生きとして感じられて、でも、かなり甘くて、ふくよかでこう、なんていうんですかね、こんもり、ふくよかな感じ、こう丸く、スーンという感じで甘さが広がって、余韻もじんわり甘さがずっと残ると。いや、うますぎるな。そうなんですよ、ちょっとうまさに感動しちゃったんですけど、そうですね、まあ、この一応このコーヒーは今届きたてなんで一応概要欄に貼っておくので、興味ある方は見てもらえると、うまいウォシトってのはこういうコーヒーだよっていうのは僕は個人的に伝えたいなと思うんですけど、じゃあなぜこういうコーヒーが美味しくなってるのかっていう要素を説明すると、さっきの工程で言うと3つ、1つ目は発酵、2つ目が水洗、3つ目が乾燥。発酵で言うと、まあ、やっぱりちゃんとコントロールするということが大事だと思います。まあ、僕らもバリ島とかで、生成所立てて一緒にコーヒーを作っているんですけど、日によってあったかさがやっぱ違うわけなんですよね。同じ収穫期であっても暑い日があればちょっとこう雨が降ったりとかね、あの時にあって、
気温が下がる時もあります。でやっぱり発酵っていうのは気温が高い、温度が高い方が進むし、温度が低い方がゆっくり進むんで、時間で区切ってしまうと、例えば24時間の発酵っていうふうに区切ると、気温によって発酵が進んでる時もあれば進んでない時もあって、まあブレてしまうんですよね。だから都度、まあ、発酵がちょうどいいかっていうのを確認する、でその発酵具合に合わせて引き上げタイミングを見極めるっていうところがすごい大事になってきて、まあ一晩で終わるところもあれば、標高高いところとか寒いところで言うと、まあ3日丸3日かけて72時間とか、置いとくっていうパターンもあります。でまあ置いておくことで微生物が分解していくんですけど、発酵の状態も大事で、まあ、それが発酵、英語で言うとファーメンテーションなんですけど、ウェットファーメンテーションとドライファーメンテーションが帽子の中にはあります。ウェットファーメンテーションというのは水に浸した形で発酵させる、まあ、アフリカとかで水の水流の流れで、水路を通して発酵槽にコーヒーを集めていくという形だと、まあ、どうしても水に勝手に浸っていくんですけど、浸して、まあ、コーヒーの糖分の膜がついたコーヒー豆を浸して、そのまま二晩2番置いておくみたいな形がウェットファーメンテーション。ドライファーメンテーションというのは水に浸さずに、まあ、水は完全につかない状態にして、例えばね、まあ、水通しながら皮むきをしたとしても、その水を全部流して、このベタベタした部分がついた種だけを、まあ、置いておく、発酵タンクに置いておく、まあ、プールのちっちゃい版みたいな感じの水槽みたいなとこに置いておくでもいいし、まあ、ポリタンクみたいなとこに入れておくでもいいし、ビニールバッグに縛って置いておく、まあ、いろんな形が生産者によってあるんですけど、まあ、そのまま水を使わずに置いておく方法で、どっちが美味しくなるかでいうと、まあ、どっちも美味しくなるんですけど、僕が好きなのはドライファーメンテーションの方で、まあ、より糖分の濃度が高くなるというか、水の不純物の影響も受けづらくなるというか、よりなんか、まあ、ピュアにフレーバーが、まあ、感じられるような方法かな。まあ、バリ島でウェットファーメンテーションと水に浸した形で置いておくのと、ドライファーメンテーション水使わずに置いておくのとで試したんですけど、ドライファーメンテーションの方が僕はフレーバー豊かで好きだったんで、2個選べるとしたらドライファーメンテーションの方がいいのかなっていう、まあ、その発酵の時間と状態、この辺をどう、まあ、意識してコントロールするかっていうのが、まず第1フェーズとして、まあ、生産者の努力として現れるところで、2つ目が水洗ですね。これはまあ、水がどれだけ透明になるまで洗い続けられるかっていうところの、まあ、ちょっと洗っておしまいにすると、やっぱりちょっと残ったまま乾燥させるんで、まあ、完全にウォッシュにならない。で、やっぱりちゃんとやってるところは、まあ、こう、ゴシゴシやるでもいいし、手洗いでもいいんですけど、もう水が洗っても汚れないぐらいまで、洗い落として、でそこから乾燥に持っていくっていうところでも、やっぱり、まあ、特にここの水洗の工程でクリアさ、まあ、バリスタの用語で言うとクリーンカップっていう透明感ですね、雑味の少なさっていうところにもつながるし、より洗い落とす方が、乾燥も早く進むはずなので、まあね、余計なのを全部削ぎ落とした状態で乾かすんで、そっちの方が乾きやすいですよね。まあそんな感じで2個目としては水洗をどんだけ綺麗にできるか。で、3つ目の乾燥の工程で、これはまあちょっと天候にもよるんで、一概にはこうコントロールしきれないところあるんですけど、まあ、例えば台湾とか僕ら一緒に生産をやった時には結構夜霧が出てきて、夜なんかは全然乾燥が進まないというか、むしろ湿気ちゃったりするんで、まあ場所によっては大変かなと思いますし、バリ島も夜霧が出ることが多くて雨降る日もあるんで、僕らもグリーンハウス作ってその中で、まあ乾燥させてるんですけど、アフリカとかなんか一回も雨降らずにずっと天気よく乾燥も続くんで、エチオピアなんかウォッシュとは14日間ぐらいで乾ききるかな、水分量 10% ぐらいまで。バリ島で僕ら作ってる時には4週間はかかるかなって感じで、ベトナムで去年作った時には、作ってもらった時には、まあ、結構湿気が多くて7週間ウォッシュの乾燥にかかったっていうふうに言われました。だからそのぐらい天候によって湿度によって乾ききるまでのスピードというのは違うんですけど、まあ、その乾燥の、まあ、どう乾かすかっていう、例えばアフリカンメットって言われるような地面からちょっとこう高さを持ってそこでまあネット張って乾かすっていう方法もあるし、地面に、まあ、昔ながらの方法だと地面にビニールシート貼ったりとか、地面直接ってところもありますよね。まあ、地面に置いて乾かす。地面に置く形だと、まあ、コンクリートとかだとより熱を帯びるので、まあコーヒー作るところっていうのは赤道直下なんで日差しは強いんで、地面はすごい熱くなるんで、豆がちょっと熱でダメージを受けてしまうっていうこともあったりします。だから理想としては地面から通気いい形で、まあベッドを作ってそこで乾かすっていうところで、乾かす時も通気良くするためにこうなるべく重ねない、あんまり、厚く豆を重ねすぎるとやっぱりこう乾くのに時間かかっちゃうんで、そっちの方がたくさん限られたスペースで作れるかもしれないけど、まあ、クオリティは、落ちてしまいかねないっていうところで、まあ、薄く広げるとか毎日そこを攪拌してたりするんですよね。湿度とか水の濡れ具合っていうのが
ブレが起きないように一定になるように、まあ、毎日混ぜながら、混ぜる時にも余計ななんかこう虫に食われたものとか歪な形のものとか色が違うものとかピックしていって、そこでまあ選別もできるっていう形で、どんだけその乾燥工程で、まあ通気よく豆がまあダメージ受けずより良い状態で乾燥できるかっていうとこと、乾燥中の、ハンドピックの工程、まあ、ここでかなりコーヒーのクオリティっていうのが上がりうるかなというふうに思います。そんな3つの工程がすごい重要で、で、まあ、最初のチェリーを並べてパルピング皮むきをする前に、まあ、ソーティングで熟度選別を行ったり、皮むき機に入れる前に水に浮かばせて浮いたスカスカのチェリーはより分けるとか、発酵させた後水洗いするときに水の上に浮いた、種はまたより分けるとか、最後乾燥中に、まあ、ハンドピックしていくとか、まあ、かなりこうナチュラルプロセスに比べて選別する工程がたくさん取れるので、よりこういい部分だけを集めるロット分けっていう意味でスペシャルティーコーヒーのグレード A みたいなところを作る上ではすごいやりやすい。ナチュラルはある意味チェリーの段階では選別できるけど、乾燥してしまったら全部黒ずんでしまって違いが分かんないし、中の種がどんな感じかっていうのも分かんないんで、まあ、結構選別の工程って意味ではモストの方がよりこう優れてるのかなって思います。で、そういう風にまあちゃんと発酵させてちゃんと洗ってちゃんと乾かしたコーヒーは今飲んでるみたいにめちゃくちゃ透き通ってるけど、味わいが豊かでフレーバーも華やかでフルーツ感も感じられるし、しっかり甘いと、そんな感じの素晴らしいコーヒーになっていくのかなというふうに思います。で、まあ最終的に僕がまあ個人的に好きなっていう話なんですけど、好きな部分としてやっぱり透き通ってるからこそ、その、違い、特に品種とか標高とか環境っていうところの違いが感じやすい、まあテロワールっていう風に呼んだりもするんですけど、まあ違い個性みたいなとこが、まあ透き通った味わいになりやすいウォシトの方が僕は感じやすくて楽しいなっていう風に思いますね。もちろんナチュラルも大好きなんで、まあ全部好きなんですけど、まあこのコーヒーでいうとコロンビア結構標高高いとこが多くて、これは標高1400から最大で1800のところで育っているコーヒー、まあ、1800くらいってなるとかなり高いと思いますね。やっぱそういう高いところの標高で、作られている、育てられているコーヒーチェリーはより密度が高くギュッと詰まって、まあ、平均気温が標高高い方が低いんで、成熟まで時間がかかって密度の高いフレーバーが凝縮したコーヒーチェリー、そこからまあ作っていくとコーヒーもこういう風に透き通って繊細なんだけど、すごいこう果実感が溢れて、熟した果実感が溢れているっていう感じになっているいうところの違いもやっぱ透き通ってるから、素材の違い、農家さんの努力、その農園のクオリティってところがなんかね、こう奥の方までこう感じられるっていうところが僕はね、ウォシトの魅力かなというふうに考えています。皆さんはウォシトナチュラル意識して飲んでいますでしょうか？ぜひこのウォシトなのかナチュラルなのか、好みも分かれると思いますし、おーって思った時に、プロセス、生成方法っていうところを豆の情報とか豆のパッケージとか書いてあると思うんで見て、自分の好きな生成方法とかうまいウォシトっていうのをぜひ体験してほしいなというふうに思います。また別の動画でナチュラルについても、お話したいと思いますし、まあ機会があったら、まあ、もう一つね、一応ハニープロセスっていう作り方の生成方法も、まあ3番目として主流なんで、まあ、そんな生成についてもまたね、ゆるくコーヒー作りながらお話していきたいと思っております。そんな感じでコーヒーに関して、ご質問とか、感想とかがありましたら下のコメント欄までお待ちしております。生成すごいコーヒーの味を決める大事な要素なので、ぜひ気にして一緒にコーヒーを楽しんでいきましょう。